コンスタンチン・エゴーロビチ・マコフスキーは、移動派に属した有力なロシアの画家。絵画、冠の下でに見られるような歴史画の多くは、前世紀における、ロシア人の生活について、理想的視点でもって表現している。往々にして、アカデミック美術の代表者と目されている。クリスマスタイド・ディベネーション、ヒストリック・ペインティングス・オブ・ロシアン・ペザント・ライフ・メイド、コンスタンティン・マッコフスキー。 ポピュラーイン、ロシアチルドレン・オブ・ザ・アーティスト、1882、モスクワで誕生した。父親は、ロシアの芸術関係者で、素人画家、イーゴル・イワノビーチ・マコフスキー。母親は作曲家であり、いつか息子が彼女の志を継ぐことを望んでいた。弟、ウラジーミルやニコライ、妹のアレクサンドラも画家になっている。1851年に、マコフスキーは、 モスクワ会が彫刻建築学校に入学して、あらゆる賞をたやすく受賞するほどの最優秀学生であった。教師はカール・ブリューロフやバシーリー・トロピーニン。マコフスキーの装飾効果やロマン主義的傾向については、ブリューロフの影響によって説明することができる。美術は彼の常年であるが、彼は母が望んでいたことについても考えた。彼は、 参考にできるであろう。作曲家を探すために旅立ち、最初はフランスに赴いた。以前から彼はクラシック音楽の愛好家であり、多くの楽曲を聴いていた。時に彼はより楽しいものにするため楽曲の調子、ないしは作風を一部変えることを望んでいた。晩年になってそれは実現したという。1858年、マコフスキーは、 ペテルブルクの帝国芸術アカデミーに入学した。1860年に、カーリング・オブ・ザ・ブリンと、エージェンツ・オブ・ザ・フォルス、ドミトリー・キル・ザ・サン・オブ・ボリス・ゴードノフといった絵画をアカデミー主催の展示会に出品する。1863年、マコフスキーや、その他13人の学生たちがアカデミアの大金メダルをめぐるコンテストの中で、 アカデミーが設定した北欧神話の課題に対して抗議した。全員が公式に修了証書を受け取らずにアカデミーを去った。マッコーフスキー・エソフィーリア・マコフスキーは主として日常的に移動派の絵画を制作することを目的としたイワン・クラムスコイ率いる芸術家の共同組合の一員になる。1870年、彼は巡回美術展協会の創設メンバーになり、 毎日の生活の中で絵を描くことに没頭し続けていた。彼はアカデミア展示会並びに移動派の巡回美術展の両方において作品を出品した。1870年代半ばにエジプトやセールビアを旅行後に彼の作風は大きな変貌を遂げる。彼の主な関心は社会的、心理的問題から、 色彩や形状といった芸術的問題へと移っていった。1880年代頃から彼は肖像画や歴史画を喪失する。パリで1889年に開催されたバンコカ博覧会では、デス・オブ・イヴァン・ザ・テリブル・ザ・ジャッジメント・オブ・パリ・デーモン・アンド・タマラといった絵画で大金メダルを受賞した。 彼は当時で最も高く評価され、高額取りのロシアン芸術家の一人であった。多くの大衆批評からは彼を移動派が持つ理念の変説者とみなし、印象的であるが先鋒な作品を生み出しているとする。その一方他にある見方ではロシア印象派の先駆者とされる。1915年にペテルブルクでマコフスキーを乗せた馬車が電気路面電車と衝突。マコフスキーは、 自己死した。ありがとうございます。